日本江戸の初期、悪く思うなよ。見つかると面倒なんでな。こいつは驚いた。大量の見張りだな。少し手こずるかもな。ここら辺は安全そうだな。だが念のため注意して進もう。防作だらけだな。上様の次の攻撃に備えているようだな。最初の任務はあの門のところまで行くことだ。肩慣らしにぴったりだな。問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。刃が血を欲しがっている。静かに。道がないぞ。突入する。音を立てるな。水のように動け。6ヶ月もこの調子か。静かに。一体いつまで続くんだ。そんなことはどうでもいい。とにかく幕府のクズは決して城には入れぬ。突入する。突入。剣術。そうだな。刀を使うか。音を立てるな。あっ、逃げた方が良さそうだ。そこで眠っていろ。みんな集まれ。静かに。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。確かにそうだな。ずっとそうだったな。上で死んでいる。こっちはまずいな。突入する。音を立てるな。水のように動け。確かにそうだな。そのうちみんな忘れるさ。突入する。何でもかんでも信じるのは良くないぞ。音を立てるな。俺もそう思うぜ。突入する。うまくくぐり抜けるか、それとも暗殺するか。刃が血を欲しがっている。静かに。完全には変えられん。水のように動け。突入する。いかんでも信じるのは良くないぞ。何でもかんでも信じるのは良くないぞ。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。見張りが固まっている。気をそらすか。水のように動け。音を立てるぞ。そのうちみんな忘れるさ。妙な音だ。音を立てるな。俺が聞いたのはその逆だぜ。俺が敵の気をそらす。そのうちみんな忘れるさ。突入する。そりゃまずいな。音を立てるな。こっちも閉められたか。別の道を探すしかない。くそ、攻撃が始まったから中に入らないと。いざ上様のために。ここまでか。逃げ場はないぞ。出てこい。死にたがりの侍か。気乗りはせんが、今はあいつを利用するしかないようだ。助けよう。移動中。十分な距離がある。手裏剣を使えば誰かに気づかれる前にやれた。俺たい終わりだ。手裏剣を使う。伏せろ。俺計画通りにしろ。気をそらさないと。行くぞ。今のは気のせい。お主のおかげだったのか。名を聞かせてくれ。ちゃんと礼を言いたい。先に中に入れてくれないか。感謝されるなら面と向かっての方がいい。よかろう。門を開けて礼をいたそう。戦はまだ終わっておらん。我らの出番だ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。直ちにそこに向かう。はあ、酒か。こんなとこに酒に飲まれよ。大将。火山一冊。奴らをおびき寄せよう。酒を使えばうまくいくかもしれん。兵は十分だ。急ぐぞ。敵が3人密集している。風切りで一網打尽にしてくれ。この大砲使えるかもしれぬ。名誉のために。戦だ。風切り。我らは勝利は我らのものだ。かたじけない。拙者は大城無限と申す。お主は伊賀の隼人。伊賀、なるほど。上様が忍びを雇ったと聞いていた。教えてくれ、どのような任なのか。櫓門を開ける。正門をか。バカを申せ、要塞だ。中から開ける必要はない。火薬の樽が一つあればいい。そいつを置いてやるだけさ。容易ではないな。よかろう、お供しよう。そういったありがたいが、一人でやる。何を言う。一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだ。まあ好きにすればいい。だが静かに頼む。分かった、伊賀の隼人殿。お主のやり方に従おう。外に死体を残さないようにな。草むらや樽、家の中に隠す。忍びに教わる日が来るなんてな。幼児隠れの術、手裏剣。準備完了。撃たれる。せいせいせい、もらった。無理だ。手に入れた。素早く。早く。